どうも、マルヒアです。ご無沙汰しております。なんだか夏休みをドタバタ過ごし、夏休みが明け9月になりましたが、中旬までドタバタ過ごし、なかなか動画撮影できずにいました。まあでもね、ちょっと私もこんなのんびりマイペースな感じで動画投稿は続けていこうかなと思いますので、まあ気が向いたら皆さんもちょっと見ていただけたら嬉しいですね。たくさんね、編み物 YouTuber さんおられますしね、私も動画投稿していない合間も皆さんのとこにお邪魔したりして動画拝見して楽しんでおりました。まあぼちぼち私もできる時にやっていこうかなと思うので、お付き合いいただけたら嬉しいです。さて、今日はですね、靴下を見ながら、まゆみさんがね、ちょっと前、どれぐらい前だったかな、糸替え、まゆみさんバージョン糸替えする時のやり方をね、私はフランス式、アメリカ式は上手じゃないのでフランス式で編むんですが、そのフランス式の私がやっているまゆみさんバージョンの糸替えの仕方をちょっとお伝えできればなと思っております。まゆみさんはフランス式もね、フランス式というかあれは何て言うんでしたっけ、まゆみさんのちょっと独特な編み方というかね、もうアメリカ式ももうバババッとされるのでハイブリッドな感じで説明くださるんですが、私がフランス式だけで編む場合どのように編んでるかっていうのをちょっとお伝えできればなと思います。さて、その前にコメントね、ずっと返してなくてハートはつけてるんですけど、コメントをちょっとお返ししていきます。まずね、あこさんね、もう2ヶ月も前になるんですね、私が投稿したのがね、とね、コメントについてっていう文にコメントくださいました。ワンちゃんのね紹介をしたので、ワンちゃんいいなーって言ってねコメントくれました。夫の転勤族が終わるまでは無理だな。まあそうですね、ワンちゃん連れては大変ですもんね。つぼらすぎてお世話も自信ないんだよなーって書いとってですが、私はつぼらですが、なんとか綴りは生きております、元気にというところですかね。で、あとガジャさん、あ、ガジャさんもいつもね見ていただいてありがとうございます。内容盛りだくさんの動画楽しませていただきました。ということで、コメント返しのお話めちゃくちゃ丁寧に考えられていてすごいですねっていうことですね。カゴバッグやハンカチとっても素敵です。スタンプも可愛い。私もインド雑貨屋さんで買ったことあります。そしてまだ一度も押せてない。もったいないですよね、インクがついちゃうの分かりますってことですね。そうそう、糸刺繍と暮らしのお店、糸話さんっていうところでね、お店に行った話を載せましたので、それに対して買ったものに対してのコメントですね。で、そう、そこでね、ガジャさんね、すずりちゃんって書いてくれてるんですけどね、すずりじゃなくてつづりなんですねでも未だにね、私の主人のお父さんのね、お父さん、義理のお父さんもね、つづりじゃなくてね、すずちゃんって呼びますねそう、つづりです。この方がね、まあ、以前の私が2020年のご挨拶と雑談とっていう動画にコメントいただいて、いつも楽しく拝見しております、ありがとうございます。今更ながらダイヤモンドヨークセーター見たいと思ってつい最近本を購入しました。今糸を揃えようと思っていろいろ見ているのですが、よかったら使っている系統を教えていただけますかって書いてくださいましたね。この場で返信がね、ハートを押したんですけど返信できてなかったので、一応ちょっと、まあ、見ておられるか分かりませんけど、この場で言うと、私はアメリーを使いました。ハム中のアメリーですね。 L でも F だったっけでもなく、普通のアメリーを 1,2,3,4 色使いましたね。
またそれも、ダイヤモンドヨークを編んでる、動画、どれだったかちょっと忘れちゃいましたが、に使った毛糸、使おうと思ってる毛糸みたいな感じで載せてるので、もしよかったら見てみてください。で、ハマさん、いつもコメントありがとうございます。コメントしてなかったわーって言ってね、くださいましたね。そうそう、朝のりさんのライブでね、お会いしたんですよね。お盆は私は帰っとらんで、福井彦根なら名古屋の弾丸ツアー行って帰ってきたんよ。めちゃくちゃいいですね。私、福井行ってみたいんですよね。福井に行ってみたいんですよね。いいですね。疲れたけど楽しかった。よかった。あと、さっきも言った糸話さんのお店の話ですね。素敵なお店じゃな。癒される。瓦の家、屋根の角度、地域で違うよな。東北は角度が急で、ああ、雪が落ちやすいようになんじゃなと思った記憶よ。西日本はそんな積もらんもんなって書いてくださってますね。そうそうそう。もうね、瓦の色はね、本当に違いますね。ここのお店の瓦の色はもう九州には絶対ない色だと思う。まあ私九州全部知ってるわけではないけど、やっぱその土地土地の土の色とかあるんでしょうね。ということで、コメントお返しさせていただきました。まあちょっとね、遅くなるとね、皆さんコメントくださった方も見てくださるかどうかちょっとわからないんですけど、ちょっとコメント返しさせていただきました。皆さんありがとうございます。こんなね、いつ動画が上がるかわからないようなね、動画にね、コメントくださって大変嬉しいです。で、早速、ちょっとまゆみさんのね、糸替えの方法をちょっとフランス式バージョンということでやっていこうと思います。で、今ね、残りが2、4、6、8、10、12名。で、糸を切り替えたい。まゆみさん、この端っこで切り替えるやり方でされてるんですね。で、糸を切り替えたい段の前の段のちょっと何名、まゆみさんは10名っておっしゃってたと思うんですけど、私はね、ちょっとね、心配性なので10名よりちょっと多めに取ったりしてますね。まあ、糸が抜けることはほとんどないと思うんですが、で、そこで、今編んでいる糸を、ちょっと長めに出して、くるっと、こうかな。糸玉につながってる方をこういう風にこうちょっと見えにくいですよね。同じ色だからね。糸玉につながってる方のちょっとこの緑ちゃんがちょっとつながってる方の糸をこうねこっちが編み地につながってる方ですね。この糸玉につながってる側のこうですね。ちょっとこういう感じです。この糸の下側からこう、こっちが下ですよ。こっちこの糸こっちこうここね。で持ってでこっちで持ちますね。こっちにその糸端に。じゃない、糸玉につながってる方の糸ですね。で、今、こう見て、上側に来てるのが、編み地にこうつながってます。編み地につながってます。で、下に来てるのが、糸玉につながってます。で、この状態で、こう、わかるようにしとってます。この、私の上側ね、ここが糸、編み地、こっちが糸玉側につながってる。こっちが編み地、こっちが糸玉側。で、その状態で、ここをだいぶちょっと長くね、糸に、手にかけれるぐらいの長さ、こう残して、いつものようにかけます。でね、私は、編み込みをするときみたいな感じでね、私はいつも小指に一回転するんですが、かけて、で、この
間ね、2本の糸の間に入れて、下から人差し指をやりますね。で、こっちが編み地側ですよ。こっちが編み地につながっている。下側が糸玉につながっている方です。で、編み地側から出ている分だけをひっくり返し、あ、これはしてもしなくてもいいんですが、ひっくり返してかけて、ちょっとここのテンションを調整して、わかりますか？で、こっちの糸玉側の糸はしっかり左手で持っておきますね。あ、左手じゃなかった。右手で持っておきます。この糸玉側の糸ね。ここの編み地から出てる糸に沿わせて、左側でしっかり持っておきます。で、この状態で編んでいくんですよ。で、この、まず編みくるむときは、一目目はね、この、下側、糸玉にしてつながっている糸の下側から入れて、編み地につながっている糸で編みます。で、二目目は編み地の糸だけ、このこれはすくわずに、下の糸はすくわずに上の糸だけ編む。で、次はこの糸玉の糸、下側の糸をすくって上の糸で編む。見えますかね？で、今度は4目目になりますが、上の、下の糸はすくわずに、それを上から飛び越して、向こうの編み地の糸だけで編む。これを繰り返して、5目目は、この下の、下側の糸の下から、このね、この目に入れた後に、下側の糸のこの下から入れて、向こうの糸だけすくって編む。で、今度は編み目に入れたら、上の糸、この下の糸はすくわずに、上の糸だけすくって編む。で、だんだんちょっとね、ここが緩んでくると難しいので、ちょっと糸調整しながら、ある程度編んだら、こっちの右手にかけてた糸は取っても大丈夫です。で、今度は、下から、下の糸をすくって、向こうの糸をかけて編む。で、上から編む。こういう感じです。ちょっともう一回戻って繰り返してやってみますね。ちょっと目がね、きつくなりやすくなっちゃうんですね。後ろに糸が渡りやすいので、私はもともと手もきついから余計なんですけど、ちょっと目がきつくなりやすいので、極力緩ませると思いながら編んでみてください。よいしょ、ちょっと戻ります。なんとなく分かりましたでしょうか。もう一回いきますね。今、次、糸を変えたい段です。その段の、に行く手前の、私は12目今回は残してますね。まゆみさんは10目って言われてますが、12目残していて、で、これを、これね、これが編み地から出てる糸ですね。で、くるっと、この、糸端側の糸をこう下に持ってくるように輪っかを作りますね。こっち側が下ですね。で、輪っかを作って、ここが分からないようにならないように、この糸端側の糸で編んでいくとダメなので、編み地から出ていくと糸でしっかり編んでくださいね。で、こういうふうにクロスした状態で、右手でしっかりこの糸端側の糸は持って、で、今こう見て、この下側の糸は糸端側、上側の糸は編み地側から出ています。で、それをこのここの2本をね、こういつものようにフランス式で持つようにかけますね。で、私は中指をこの2つの間に入れて、
2本の下から人差し指を入れて持ちます。で、この人差し指の上側にかかっていると、これは編み地から出てる糸だけひっくり返します。で、これなんでひっくり返すかというとね、あのダイヤモンドヨークセーター編む時の編み込みの時と同じこの手の形なんですね、実はね。で、その時にこの持ち方すると、こことここの糸の間が狭まらないから編みやすいよってアコさんに教えてもらったんですね。で、そのやり方です。で、この状態でこの糸端の糸ですね、こっちのね、糸端の糸はしっかりこの編み地の糸と一緒に沿わせて右手で持って持っときますよ。ここしっかりね、ここがゆるんゆるんしてたらテンションが一定にならないので持っといてください。で、一目目いきます。一目目は目に針を入れたら下側の糸の下に針を通して向こうの上の糸をすくって普通に編みます。これ一目目で、二目目は目に入れたら向こう側のこの下の目は通さずに下の目の上から向こうの目をすくって編みます。三目目は目に入れたら下の目の下の糸の下側から針を入れて向こうの目を拾って糸を拾って編みます。4目目目は2目目と一緒で目に針を入れたら向こうの糸だけすくって編みます。こんな感じで続けていきますね。目に針を入れて下の糸の下から入れて向こうの目をすくって糸をすくって編む。今度は目に入れたらこの下の糸は飛ばして上から行って向こうの糸だけすくって編む。で、ここがちょっときつくなりがちなので編んでる時にね、ぎゅうぎゅうちょっと引っ張る私が悪いんですが、ちょっと緩め緩めを意識しましょうね。で、ちょっとそういう感じで編んでいきます。分かってられたかな、みんなに伝わっただろうか。こうやって目に入れて下の糸の下側からして向こうの糸だけすくって編む。目に針を入れて下はすくわずに向こうの糸だけすくって編む。これを繰り返して最後までやっていきます。よいしょよいしょ。で、最後まで編みました。で、そしたらですね、ひっくり返しますよね。で、ひっくり返したら今度は糸を変えたいんですね。ここに今端っこにこういうふうに輪っかができてますね。これ大きくて大丈夫です。あと引っ張るからね。で、ここをここ、さっき、ごめんなさいね。今、こう編んできて、ここ端っこまで編んだので、マジックループでひっくり返して、こうなって、今からこっちの面を違う色で編んでいくんですけど、向こう側ね、向こう側を、に今、こう、輪っかの、になった糸が端っこに出てる状態ですね。で、ちょっとこのコードの部分まで、こっちの編み地を通して、この途中での糸端、糸玉につながってる方の糸ありますね。ここ、途中から出てるね。で、それをぐーっと引っ張ります。ぐーっと引っ張ったら、こっちの輪がぐーっと縮んでいくので、ちょっと見えるかな？こう引っ張ると、輪が縮みます。ぐーっとこの編み地引っ張っていくと、この輪が縮むので、この輪ね、縮みますね。で、全部抜いちゃダメですよ。まあ、全部抜いてもね、引っ張れば元に戻るんだけど、全部抜き切らないようにして、ちょっとくるくるなっちゃった。で、ここね、この残りの輪っかですよ、これね。で、ぐーっと引っ張っ
て、でここの輪っかの中に次につけたい糸、この緑なんですが、緑をどっちでもいいです。上でも下でも多分大丈夫。私は適当にしてます。通します。この輪っかの中に、輪っかの中に糸端を通します。そして糸端が抜けないようにね、こっちね、ちょっと気をつけながら、もうちょっとここがちっちゃくなるようにギュッと、この輪っかが、ここがね、もう輪っかが見えなくなりました。ピンクの輪っか、ちょっと引っ張ります。ちょっと強めに引っ張った後に、今つけた糸端はしっかり糸端ギリギリまでここに来るように引っ張った後に、ちょっとここがギューッとなると、こういう風にギューッと引っ張りすぎるとここがきつくなるんですね。渡り糸を引っ張っちゃってることになるので、なのでここ緑のとこギリギリまでこう引っ張ったら、ギリギリになったら、ここをちょっと鳴らして、渡り糸をちょっと十分余裕を持ってるようにして、次は緑の糸で編んでいきます。でこの糸端はもったいないので、私は短めに残してます。で短めに残すと、さっきみたいに両方2本こっちにかけてフランス式のようにして編めないんですね。かといって私、まゆみさんみたいにハイブリッドでできないので、私なりのやり方でやってるので、それもご紹介しますね。でこの糸端が抜けないようにだけ気をつけて、こっちの糸をいつも通りかけます、左手にね。でマジックループの格好にしますよ。マジックループの格好で、この糸端はちょっと抜けないようにしっかり しておいてもらって、で一目目の時、一目目入れますね。その時にこの糸端の糸をここにかけます。こっちの指でここに、でこっちの親指で押さえますね。そして普通にこの糸を編むんですが、ここにかけた糸は一緒に編まずに、今指にかかっている糸だけをこっちに出していきますね。もう一回やってみますね。こういう格好です。ここ短いからスルッと抜けないように気をつけとってくださいね。こっちの糸端ね、糸端で、糸端は抜けないように気をつけといてもらって、ここの一目目編みます。一目目をこう入れますね。一目目ね。で入れたら糸端をこういう風にかけますね、ここに。でちょっと親指で押さえて、普通に指にかけてる糸に針をかけて、この今かかっている緑の上側の糸は一緒に編まずに、この指にかかってる糸だけを目に通してこちらに持ってきます。でその後ちょっと目を押さえて、この糸端の糸だけはちょっと向こうに戻して抜きます。でこの時も糸端抜けないように、グググッとこの針引っ張っちゃうと糸端抜けやすいので気をつけてくださいね。で二目目は何もせずに指にかけた糸をいつも通り編みます。そして三目目は針に糸をかけた後に、この糸端の糸をこの指のね、指にかけてる糸の下側からなんですが、こちらからここにかけますね。針と針の間で親指でこっち糸端を押さえて、指にかけている糸だけを目に通す。でまたこの糸は向こうに戻す。で今度は普通に編む。で今度は5目目になりますが、5目目は針に糸を通した後にこの糸端をここにかけて、親指で押さえて
普通に編む。でこの糸端の糸は向こうに戻して抜く。で次は6目目は針を普通に編む。奇数のところ7目目は針を入れた後に後ろの糸端をここの針と針のバッテンの間にかけて親指で押さえて右の指にかけた糸だけ編む。でこの糸端は向こうに戻す。これを10目ぐらい繰り返します。こういうことですね。で私はこの糸端がまあ1センチこのこうやってね編んでるとちょっとだんだん編みにくくなるので編み目が、まあ、糸端がちょっともう編みにくいなっていうところぐらいまで編んだりもしてます。もう書きにくくなってきたのでここら辺で終わろうかな。で2、4、6、8は15目も編みましたが、であとはこの緑の糸でどんどん編み進めていきます。でここにね糸端が、ここに糸端残ってて、ちょっとここも糸端の糸がキュッときつい目になりやすいので全部私の場合は、あらららら、やばいやばい、めごめご、私の場合は全部端まで編んでしまって、よいしょ、編んでしまってからちょっとここをね鳴らすというか、ちょっとコードの方でこうちょっと鳴らして、緩く緩めというかね、目がきつくなりすぎないようにして次のターンに行っております。でもうねこれ邪魔だったらチョキンって切ってもらってもいいし、次のここさっきつないでたあの赤のピンクの糸端ね、糸玉につながってる糸ももう切ってもらっても大丈夫なんですけど、私はあと1段編、いつもねこの糸返した次の段まで次の糸で編んで、こういう風にね次のね糸で編んでしまうんですね。編んでしまったらそこの、ちょっと小さくなってる目もちょっとグッグッグッと、ちょっとねこの辺ぐらいからちょっと小さくやっぱなりがちなんですよね。糸変えた糸2本通ってる、2本というかね裏に渡り糸通ってるようになるので、でこうやって編むとその下側のちっちゃくなってる糸もちょっと馴染んでくれたりするので、この端をどうなってるんだろう、端まで編んだらここをチョキンと切ってます。まあ、1センチぐらい残してパツンと切って、このピンクの糸は出番終了ですね。で、あとは緑の糸で、糸返した糸でくる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 編んでいくというような感じです。ちょっと説明があんまり上手ではないので分かりにくかったかもしれないんですけど、なんかあったら、でもね、こう質問くださったらどうにかまたちょっと説明の仕方も工夫してお伝えできればいいなぁなんて思うんですが、ね、まゆみさんみたいにハイブリッドで編めたらもっと多分楽かもしれないですね。私はちょっとそれが苦手というかできないのでこの編み方にしておりますが、こういう感じで、ここね糸がここ切り替わってます。ちょっと目が小さくなってるね、まだ慣れてませんね、という感じで、こっちもねやっております。こっちもこんな感じ、ちょっと糸まだ一段編んでみようか、編んだらちょっと糸の変わり方がわかるかしら。
で、ちなみにこの糸はね、実は朝のりさんのところからフィールフリーヤーンかな、帯があったと思う。帯というかタグね、緑のひらめきセット、千春さんカラーと書いてますね。なんかね、ピンクと緑のこれセットでした。ちっちゃいカセ、100g のカセと 20g のカセが入ってて、で編めるよっていう分ですね。すごい挟まり心地が最高なんですが、なんか靴下にしちゃうのもったいないかなって思うぐらいの触り心地ですね。で、ちょっとこのピンクの部分にキラキラと実はラメが入ってる。見えるかしら？入ってますね。ちょっと可愛いキラキラ靴下になりそうですね。こういう感じで、よいしょ、端っこまで編んでみると、こう糸が変わってる、色が変わってるという感じでやっております。いかがでしょうか？ちょっともっとこんなやり方があるよとかね、私はこうやってるよみたいなことがあったら、また教えていただけたら嬉しいです。はい、今日はまゆみさんの糸の色変えバージョン、色変えのフランス式バージョン、勝手ながらフランス式バージョンというか、フランス式のマルヒアバージョンですね、をお伝えしました。また靴下編みだけじゃなくてね、色変えするののお役立ちみたいになりそうなので、ぜひ皆さんも楽しんで、編み物、靴下、何でもいいですね、やっていきましょう。ということで今日はここまでにしたいと思います。ではまた。